さあ始まりました、花入れバーボンの上手です。今日はサウナ煙さんに来ております。今回の企画は135キロの上ではサウナでどれだけ痩せるのか検証していきたいと思います。やっぱ朝倉未来さんとか格闘家の皆さんって試合前になると減量のために水抜きっていうのをやるんですね。でめちゃくちゃその体重が落ちるんですけど、デブならもっと落ちるんじゃないかとかちょっと今日はちょっと身をもってちょっと体を張って検証していきたいと思います。花よりバーボン。お一人様2200円でございます。はい、水着はお持ちでしたでしょうか。はい、お飲み物必要でしたらこちらからどうぞ。おお、いや、オロナミンシード、あ、オロポスクレオロポスクレです。はい、水抜きなんで。いやいや、今日は我慢しておきましょう。わかりました。はい、ロウリュのアロマをお選びになれるんですが、ちょっと緑色の森、はい、で、はい、あと Bluetooth のスピーカーもよかったらお使いください。え、ちょこんな最新型のサウナ今あるの。ああ、着替えが済んだんですけど、本来であれば、水着を着用して入るんですけど、ちょっとサイズがちょっとなかったもので、ちょっとこの軽装で入ってきたいと思います。はい、現在の体重が、143.4キロ。確実に太ってます。はい、どんどん増えてってる。どんどん増えてってますね。あ、ちょっと130キロ台、140はちょっと嫌なんで。じゃあ目標は3キロちょっと、はい、3キロちょっと痩せたいなと。おお、すげえ、めっちゃヒノキのいい匂いする。うわ、デブの苦手な灼熱だこれ。すげえ、一瞬でちょっと汗出てきそう。サウナってでも上の方が暑いんですよね。そのでワンセット目から、はい、うわ、めちゃめちゃジンジンくるなこれ。ちょっといいですか。もうちょっと汗がちょっと出てきてるんですけど、あそこまで歩いてきた汗なのか、ここで来た汗なのか、ちょっと分かんないですけど、ちょっと10分間頑張ってみたいと思います。はい、汗が止まんないっす。痩せてますねこれ。一回ちょっと出たいと思います。カラカラです、口は。一応、はい、こっちに、はい、五右衛門風呂、え、これ水風呂、これ水風呂らしいです。え、ああ。千と千尋でこういうシーンあったら、いや、スタレ神じゃないですか、それスタレ神じゃないんですよ。減量企画ってやっぱりちょっときついの多いじゃないですか。効率よく汗流して体重も減ってたら最高じゃないですか。 3.4 結構頑張んない。そうですね、10分程度の話でちょっと変わらないですよね。さらにより脂肪やっぱ温まりづらいですよね。やっぱこの壁なんで言ってみれば、ここでなんですけど、ちょっとさらに追い込みのためにロウリュで、わっ、うわ、ザッザッツ、これはやっばくない、これ。ダーク、わわわ、ほ、いや、すごいわ、熱い。湘南の風に行くと、いやいやいや、これライブじゃないんですよ。デッドライズ。いや、違う違う、いや、これは痩せるぞ、これ。何分ですか。あ、15分ですね。15分、はい、大丈夫だ。大丈夫ですね。でも結構いい感じに、もう腕とかも結構いい感じになってましたね。そうそう、腕とかいいですか。あ、ちょっと、スケボーだけ。ちょっと、結構でもやっぱり気持ちいいっす。次、サーセット目、行きます。なんかこことは別の場所にもサウナあるそうなんで。あ、そうなんですか。個室のサウナもあるさ。何それ、初めて来た。うわ、ぴったりだ。あ、こっちいいっすね。じゃあちょっと追い込みで、はい、ロウリュやっていきます。
れはちょっと。もうメガネ。真ん中だけなんか真ん中だけ。個室はどうですか。空間が狭い分、もう一気に体の中に熱伝わりますね。これちょっといただきます。亀井君、一応こっちに整える場所があるそうなんで。はいはいはい。あ、楽しい。めっちゃ綺麗。え、屋上で整えるんですか、こう。やば、めっちゃやばいっす。やばい。どうですか。いや、めっちゃ気持ちいい。やべえ。もう空しか見えない。もうこの空見えたらもういいよね、もう。あ、やば。うわ、これは整うわ。やば。あー、でも眺めも最高っすよね。見てくださいよ。自分もああいう風になりたいんですよね。看板に映りたい、うん、ちょっと痩せた感ありますね。いや、めっちゃありますよ。じゃあもうすぐ、はい、体重計測りましょうか。わかりました、行きましょう。はい、さあ、整え終わりました。143.4kg だったので、ちょっと3キロ減を目指してちょっとやっていきたいと思います。自信ありますか。自信はあります。あります。追い込めました。めちゃめちゃ追い込んだつもりです。じゃあお願いします。143kg ですね。400g 落ちました。ステーキ1枚分ぐらいですか。3セットで 400g、はい、はい。もう1日中いないとダメってことですね。そうですね。金沢にやっぱこういう外気浴とか、やっぱサウナの場所もあるってめちゃめちゃいいですよね。知らなかったんで、今後ちょっと自分も愛用したいと思います。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。次のパネル動画でお会いしましょう。バイバイ。